はいどうも皆さんこんにちは、野球盤でメッスに負けた男クレイです。よろしくお願いします。ということで、まあ、昨日ですね急遽ちょっと生放送の方でね某プロスピ実況者メッスさんとですね、野球盤をやったんですけれども、まあ、1時間で僕が1回も負けることなく、勝ち続けることができるかという企画だったんですけど、あっさり普通に負けました。めちゃくちゃなんかあっさり負けた上に結局7試合やったのかな、7試合やって、まあ、そこそこすごいいい戦いになるっていうね結果になったんで、まあ、まだ見てない方はよかったらメスさんの YouTube の動画のアーカイブもしくは僕のミルダムのアーカイブをね、見ていただければと思います。まあでも本当に野球盤楽しいっすね。やっぱ通話つなぎながらとかやったりするとめちゃくちゃやっぱ楽しいなっていうのを再認識できたかなという感じです。で昨日ね野球盤に関しても動画出してるんでよかったらまだ見てない方見てください。ってことで今回は、2800万ダウンロード福袋ですね。はい、こちらをやっていきたいなと思います。まあ、昨日は一切ねこちらに関して触れられてなかったんですけど来ましたね。ダウンロード記念ついこの間も来たんじゃないかなっていう感じなんですけど、かなりハイペースで、来てくれてますね。でさらに今回もねまた S ランク確率2倍の6回目以降60連目以降上限なしで回せるっていうね、仕様になってるので、まあ今回は一応50連の予定なんですけど、まあ、もしかしたらまた今後ね、回していくかもしれません。まあ、今後なんかこれがもうなんかデフォになりそうな気もしてきましたね。でさらにそれに合わせて野手追加も来ましたね。はい、ということで、そこのね、お話も今回はまずはやっていこうかなと思います。さあということでもう早速ですね野手の能力見ていきたいと思います。まずは1人目セフトバンクでスパイネ選手ですね。はい、こちらに関しては1年ぶりの通常 S ランク登場になりました。実はシリーズ2出てなかったんでね、久々の登場になってますと。でステータスの変動はありませんでしたね。はい、大きな変動はありません。まあ C っていうならレフト適性が、54から52に下がっちゃってることかなっていうところですが、まあそこまで大きな差ではないかなといったところです。特殊能力も変わってません。続いて、ロッテレアード選手ですね。はい、こちら1年ぶりの通常 S ランク登場になりました。ここも去年ねシリーズ2出てないので久々の登場になってます。でメイン適性がですねファーストに変わってますね。ただサードの方が適性は高い、ただ限界突破3回が必要っていうねちょっと複雑な感じにはなってます。まああとステータスの部分で言うとパワーが若干落ちてるって感じですね。続いて、西武栗山選手です。はい、こちらに関してはミートがプラス2、パワーもプラス2、そしてさらに走力がプラス4ということで大幅な能力アップになっています。でさらには全動値ですねといった形に変わりましたので、まあ、特に純正の方とかあとは無課金美課金でコンボ枠必要だっていう方に関しては、かなり、いいポイントになるんじゃないかなと思います。であとはレフトの適性が57から53に下がりましたね。はい、といったところであるんですけど、まあでも言っても DH かないしはコンボ枠っていう形にはなると思うんで、まあ、この辺は、まあ、また評価でも出せれば言いますけれども、まあ、使い勝手的には悪くないかなって感じですね。続いて楽天茂木英五郎選手でございます。はい、こちらに関してはミートがプラス3のアップ査定でデフォルトから、ミート A 乗りましたね。これ非常に大きな修正かなと思います。でさらにはですねサードの適性が B まで上がりました。ここめちゃくちゃ大きなアップ幅かなと思うんですけど、サードショートどちらも BB なんですよね。はい、これなかなか持ってる適性の選手多くはないと思うんですけど、ショートも限界突破ゼロでいけるっていうね適性になってるので、まあここもねかなり使い勝手いいと思います。個人的にもちょっと今回野手の中では欲しい選手の一人ですね。続いて日本ハム浅間選手です。はい、こちらに関しては2年ぶりの S ランク登場、めちゃくちゃ久々ですねの登場になってます。で、まあ、その時と比べるとサードの適性がなくなっちゃったりとかっていうところもあるんですが、まあ、レフトが適性上がってたりとか、まあ、そこまで大きくは、まあ、根本的なステータスはね変わってないんですけど、まあ、久々の登場というところで欲しい方も多いんじゃないかなと思います。続いてオリックスジョーンズ選手ですね。はい、こちらに関してはミートがマイナス1のダウン査定になりました。ただ昇降台からずねパワー A はいけるっていうところ非常に大きいかなと思います。まあ、あとはライトの適性がねちょっと落ちちゃって59 C 切っちゃったっていう感じなんですけど、まあ、一応特殊で戻せるので、まあ、そこそこって感じですかね。続いて巨人亀井選手です。はい、こちらに関してはミートがマイナス3のダウン査定になりましたので、今まではミート型だったんですがパワー走力の同値になりましたね。で、まあ、ミートパワー走力全同値にも持っていくことが、できます。であとはライトの適性がちょっと落ちちゃって、今までライトの適性が A 狙える適性だったかなと思うんですけど、そこが、残念ながら届かずという感じですね。まあ、ただ B あるんで限界突破ゼロでライトできることは変わりないです。続いて阪神糸井選手ですね。はい、こちらに関してはミートがマイナス3のダウン査定になりましたといったところで、まあ、ミート A 切っちゃったのがね一番は痛いとこですが、まあ称号ではなんとか戻すことができるといった感じです。であとは適正的な部分で言うと、D55 から C64 まで、
上がりましたね。まあ一時期はね、いい適性まで落とされたりなんかもしたこの伊藤選手の適性なんですけど、まあ、ここに来てまた戻ってきたなという印象です。続いて中日アリエル・マルティネス選手です。はい、こちらに関してはミートがプラス3のアップ査定になりました。それに伴って称号でのミパ同値狙える形になりましたね。星2のコンタクトヒッター1点にはなりますけれども、まあ決まればかなり大きいのかなといったところです。でさらに星適性も58まで上がったので、まあ、特殊でね C が狙える感じになっています。またファーストの適性も上がってますね。続いて DeNA 牧秀悟選手でございます。はい、ここはもう待望のスランク初登場というところなんですが、まあルーキーなんでね、まあそこまで高い査定にはならなかったかなという感じですが、守備適性がまあちょっと面白かったかな。サブポジはかなり豊富にはなってますといった感じです。まああとはステータスが上がるとすればセレクションで出るかどうかっていうところかな。あとはシリーズ2、おそらくもうね、そこに関しては間違いなくこの試合数出てることを考えたら、出るかなと思うんですけど、まあ能力は個人的にはもっとがっつり上がってほしいなと思ってはいますが、まあ初登場嬉しいですね。続いて広島松山選手です。はい、こちらに関しては称号なしでミートパワー同値になりました。であとはサブポジの適性がね、落ちましたねというところではあるんですけど、まあでもミパ同値にデフォルトからなったっていうところはかなりやっぱり一番大きいのかなと思います。でラストヤクルト、山崎選手ですね。はい、こちらに関してはパワーがプラス2のアップ査定になりました。あとは守備適性が結構変わってて、センターの適性がダウンしちゃって B 切っちゃったんですが、ライトに関しては適性が上がりまして、B 適性になりましたねといったところでは、限界突破ゾロでライトもいけますし、まあ特殊でセンターも B 戻せるので痛い修正にはなってないのかなっていう感じですね。はい、ということで以上、今回はね、12選手が追加になったわけなんですが、ここから、2800万ダウンロード記念福袋を回していきたいなと思います。で今回は50連回していくんですけど、自チームは DeNA で、久々にやっていこうかなと思います。というのもやっぱね、やっぱ昨日追加になってる牧選手欲しいです。はい、めちゃくちゃ欲しい。そして迎え入れて早くね、純正オーダーの中で使っていきたいなと思ってますので、やっていこうかなと思います。で結構 DeNA もね、まだ未所持の選手多いので、まあガチガチの純正どこまでやるか今年わからないって話をしてましたけれども、まあできる限りはね、やっぱ補強していきたいので、DeNA で行こうかなと思います。で、まあ、もし牧選手が引けたらセーブかな。セーブで森友哉選手1点狙いやっていこうかなと思います。さあ、ということでやっていきましょう。2800万福袋10連目、ここ S ラン確定ですね。ここで牧選手出たらめちゃくちゃ熱いけどな。行きましょう。まあそしてこの2800万ダウンロード記念福袋なんですけど、まあ回すかどうか迷う方もねいるタイミングかなとは思うんですけど、まあでも正直自チームの部分も結構もうね、狙いがこうピンポイントで狙いづらくなってきてますし、まあ、あとはミキサーも出てるっていうところでは、そこまで無理してねこのタイミング行く必要はないのかなと個人的には思ってます。はい、ということで10連目1枚目島内選手、おA ランクめっちゃ出るな。あー、何これ何これ、ちょっと思わせぶりだけはやめてくれよ。さあ、思わせぶりしかしない。はい、まあいいでしょう。ということで S ランクは1枚でした。じゃあ行きましょう。最初の確定、ここで牧選手出たらめちゃめちゃ激アツ。行きましょう。10連目確定お願いします。はい、うわー、サンズかぶり。いやー、まあまあまあそんな甘くないっすね。さあ20連目行きましょう。ここは A ランクは確定です。20連目と40連目が正直今回鍵ですね。さあ調子君列後からの、いやでも最近本当に福袋相性がいいんでね、非常に。前回の福袋もかなり、あれなんだっけ、ゴールデンウィークのタイミングかな、めちゃくちゃいい相性だったので、うわー来たーといったところで1枚目また違う A ランク演出2枚目。おー、栗林選手、嬉しい、これ普通に嬉しいですね。まあセレクションがほぼ当確かなっていうところであるんですけど、まあ今ね、絶賛新人王争い、この栗林選手、牧選手、そして佐藤輝明選手、セ・リーグはこの3人がね、まあ現状ちょっと一歩リードしてるかなという感じですが、その中の1人栗林選手取ることができました。いや嬉しい。栗林選手に関してはまだ A ランクも出てないよね。あ、覚醒の S ランク A ランクありましたけれども、まあ、セレクションでもし出たとして、そこでね限界突破にも使えますし、非常に大きい補強になったんじゃないかなと思います。ってことで30連目いきましょう。ここで牧選手、栗林選手からの牧選手の流れでいこう。ちなみにホームはどうなってんの。あー、まだか。てかなんか顔、まあ顔似てないこともないけどぐらいだな。まあ狙っていきましょう。30連目お願いします。さあ牧選手をお迎えすることはできるのか。まあもしここで今回の30連目で50連目で取れなければ、ヤシ追加の戦力強化スカウト回そうかなって感じなんですけど、まあできればそこ使いたくないんでね、回さずに取れるのが一番はでかい。さあ行きましょう。確定30連目、途中で出てほしいな。来ないかな。来なかったですね。はい、今1枚でした。じゃあ行きましょう。30連目確定、一発目で牧選手打ち抜きたい。お願いします。はい、うわー、しかもかぶるんかい。さあ20連目に続いてここも出すよ。ここで出せればかなり大きい。40連目、この引き大事。いいよ、緑いって、もう一個。あと
飛んでにっこり。いやー、まあさすがに来ないか。はい、A ランク今日めっちゃ来るね。全然そこはありがたい。おお、伊藤原選手の絵。はーい、うい、山田選手の絵も最近めっちゃ出るんだよな。ってことでラスト50連目でございます。 S ランク1チーム選手1人確定。まあ今回はここで終わりたいと思うんですけど、最後の最後牧選手を打ち抜けるかどうかチャレンジやって終わりたいなと思います。もし出なければまあ明日以降ですね、こっちのガチャを回していくっていう流れになるとは思うんですけど、いやーもうここで抜きたいですね。はい、じゃあ行きましょう。せめて被らない、せめて被らないこと、まずはお願いします。さあ2800万ダウンロード記念福袋頼む。最後の確定牧選手でもまあちょっと調子落ちちゃってきてますけども、最初に比べたらね。でも本当に開幕からずっとねチーム引っ張って頑張ってくれてるので、あらここはねぜひとも欲しいというところでございます。さあ来ないかな、途中止まって、あー止まらんか。はい、ということでラストは1枚でした。じゃあ行きましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画が良ければ高評価チャンネル登録お願いします。行きましょう、ラスト牧秀悟選手1点狙いお願いします。はい、